21冬が来た時、私は偶然国へ帰らなければならないことになった。私の母から受け取った手紙の中に、父の病気の経過が面白くない様子を書いて、今が今という心配もあるまいが、年が年だから、できるなら都合して帰ってきてくれと頼むように付け足してあった。 父は、かねてから腎臓を病んでいた。中年以後の人に、しばしば見る通り、父のこの病は慢性であった。その代わり、用心さえしていれば、急変のないものと、当人も、家族のものも、信じて疑わなかった。現に、父は、養生のおかげ一つで、今日までどうかこうかしのいできたように、 客が来ると不意調していたその父が母の所信によると庭へ出て何かしてるはずみに突然めまいがしてひっくり返った家内の者は軽症の脳溢血と思い違えてすぐその手当てをした後で医者からどうもそうではないらしいやはり持病の結果だろうという判断を得て 初めて、そっとと腎臓病と結びつけて考えるようになったのである。冬休みが来るには、まだ少し間があった。私は、楽器の終わりまで待っていても、差し支えあるまいと思って、一日二日、そのままにしておいた。すると、その一日二日の間に、父の寝ている様子だの、母の心配している顔だのが、 時々目に浮かんだ。その度に一種の心苦しさをなめた私は、とうとう帰る決心をした。国から旅費を送らせる手数と時間を省くため、私は糸間越え方々、先生のところへ行って、いるだけの金を一時立て替えてもらうことにした。先生は少し風の気味で、 座敷へ出るのが億劫だと言って、私をその書斎に通した。書斎のガラス戸から、冬に行って、稀に見るような、懐かしい柔らかな日光が、机かけの上に挿していた。先生は、この日、あたのいい部屋の中へ、大きな火鉢を置いて、ごとくの上にかけた金だらいから立ち上がる湯気で、息の苦しくなるのを、 防いでいた。大病はいいが、ちょっとした風邪などはかえて嫌なものですね。と言った先生は苦笑しながら私の顔を見た。先生は病気という病気をしたことのない人であった。先生の言葉を聞いた私は笑いたくなった。私は風邪ぐらいなら我慢しますが、 それ以上の病気は、まっぴらです。先生だって同じことでしょう。心を見に合ってぐらいになると、よくわかります。そうかね。私は病気になるぐらいなら、非病にかかりたいと思ってる。私は、先生の言うことに、格別注意を払わなかった。すぐ母の手紙の話をして、金の無心を申し出た。それは困るでしょう。 そのぐらいなら今手元にあるはずだから持ってきたまえ先生は奥さんを呼んで必要の金額を私の前に並べさせてくれたそれを奥の茶ダンスか何かの引き出しから出してきた奥さんは白い半紙の上丁寧に重ねてそれはご心配ですねと言った何べんもそっと押したんですか と先生が聞いた。手紙には何とも書いてありませんが、そんなに何度もひっくり返るものですかええ。先生の奥さんの母親という人も、私の父と同じ病気で亡くなったんだということが、初めて私に分かった。<laughs> どうせ難しいんでしょと私が言った。 そうさね。私が変わられれば変わってあげてもいいが。吐き気はあるんですかどうですか。何とも書いてないから、大方はないんでしょう。吐き気さえ来なければ、まだ大丈夫ですよ。と奥さんが言った。私はその晩の汽車で、東京を立った。 22。父の病気は思ったほど悪くはなかった。それでも着いた時は、床の上にあぐらをかいて、みんなが心配するから、まあ我慢してこうじっとしている。なに、もう起きてもいいのさ。と言った。しかし、その翌日からは母が止めるのも聞かずに、とうとう床を上げさせてしまった。 母は不祥不祥に不通りの布団を畳みながら、お父さんはお前が帰ってきたので急に気が強くおなりなんだよと言った。私には父の挙動がさして巨星を張っているようにも思えなかった。私の兄はある職を帯びて遠い九州にいた。これは 万一のことがある場合でなければ、容易に父母の顔を見る自由のきかない男であった。妹は他国へ嫁いだ。これも、急場の間に合うように、おいそれと呼び寄せられる女ではなかった。兄弟三人のうちで、一番便利なのは、やはり、書生をしている私だけであった。その私が、 母の言いつけ通り、学校の鍵を放り出して、休み前に帰ってきたということが、父には大きな満足であった。これ式の病気に学校を休ませては気の毒だ。お母さんがあんまりぎょさな手紙を書くものだから、いけない。父は口ではこう言った。こう言ったばかりでなく、今まで敷いていたとこをあげさせて、 いつものような元気を示した。あんまり軽はずみをして、またぶり返すといけませんよ。私のこの注意を、父は愉快そうに、しかし、極めて軽く受けた。なに、大丈夫。これで、いつものように用心さえしていれば。実際、父は大丈夫らしかった。うちの中を自由に往来して、 息も切れなければ、めまいも感じなかった。ただ、顔色だけは普通の人よりも大変悪かったが、これはまた今始まった症状でもないので、私たちは格別、それを気に留めなかった。私は先生に手紙を書いて、恩赦の例を述べた。正月上京するときに持参するから、 それまで待ってくれるようにと断った。そうして、父の病状の思ったほど倹悪でないこと、この分なら当分安心なこと、めまいも吐き気も皆無なこと、などを書き連ねた。最後に、先生の風邪についても一言の見舞いを付け加えた。私は先生の風邪を実際軽く見ていたので、 私はその手紙を出すときに、決して先生の返事を予期していなかった。出した後で、父や母と先生の噂などをしながら、はるかに先生の書斎を想像した。今度、東京へ行くときには、椎茸でも持っていておあげ。ええ。しかし、先生が干した椎茸などを食うかしら。うまくはないが、 別に嫌いな人もないだろう。私には椎茸と先生を結びつけて考えるのが変であった。先生の返事が来たとき、私はちょっと驚かされた。ことに、その内容が特別の要件を含んでいなかったとき、驚かされた。先生は、ただ、親切づくで、 返事を書いてくれたんだと私は思った。そう思うと、その簡単な一本の手紙が私には大層な喜びになった。もっとも、これは私が先生から受け取った第一の手紙にはそう言いなかったが。第一というと、私と先生の間に初心の往復がたびたびあったように思われるが、事実は 決しててそうでないい。こととをちょっと断っ断おきたい私は先生の生前にたった2通の手紙しかもらっていないその1通は今言うこの簡単な編書であとの1通は先生の死ぬ前特に私宛てで書いた大変長いものである父は病気の性質として 運動を慎まなければならないので床を上げてからもほとんど外へは出なかった一度天気のごく穏やかな日の午後庭へ降りたことがあるがその時は万一を気遣って私が引き添うようにそばについていた私が心配して自分の肩へ手をかけさせようとしても父は笑って応じなかった